なにわのロッキーから世界のロッキーへ。一発の破壊力だけなら一歩すらも凌駕。今回は宮田と並ぶ一歩の最大のライバル千堂武史を紹介。野生的な強さとこれまでの戦績を解説。千堂武史よりも闘志にあふれる人は高評価に向かって思いっきりスマッシュ。おすすめのキャラやシーンをぜひコメントで教えてくださいね。千堂武史はコテコテの関西弁を話すフェザー級のボクサーです。少年時代に殉職した消防士の父に憧れ、弱い者を守れる強さを求め育ってきました。どのようにしたらその強さが得られるかが分からず、友達を不良から守っているうちにいつの間にか近隣を占める番長となってしまいました。そんな時に出会ったのが柳岡トレーナー。ボクシングの強さや面白さに触れ、この世界で一番を目指します。一見すると粗暴な性格に見えますが、困っている人がいると思わず助けてしまうほどの正義感の塊。面倒見がよく、後輩や近所の子供たちにも慕われています。普段は憎まれ口を叩き合う相手でも、試合の時は声を張り上げて応援するほど義理人情にも熱いようです。少々抜けているところもあり、目の前のことに集中すると他のものが見えなくなることも見られています。試合場で待たせていた後輩星のことを忘れて帰ってしまいました。ファイトスタイルは中距離から近距離で戦うインファイター。フェザー級を代表する剛腕で、並み居る強豪たちをその拳で KO をしています。防御よりも攻撃に特化したスタイル。防御の上からも相手にダメージを与え、檻の中で猛獣と戦っているような恐怖感を植え付けてしまいます。一歩のことを最大のライバルと認識しており、一歩を倒すことで強いの意味がわかると思っています。一歩とは公式戦で2度戦っており、いずれも惨敗。再戦に向けて特訓をしている矢先、一歩がボクサーを引退。目標を失ってしまった千堂は世界チャンピオンを新たな目標とし、世界を舞台に戦い始めました。千堂の必殺技はスリーポーターアッパースマッシュ。防御の上からでも意識を刈り取るような破壊力。左右とも使えるようになり、より死角がなくなりました。千堂のモデルは元プロボクサーの赤井秀和。俳優タレントのイメージがありますが、プロデビュー以来12連続 KO 勝ちの偉業を達成した天才ボクサーです。記憶に残る名勝負を量産する千堂ですが、ベストバウトを挙げるならやはり幕内一歩との2回目の対決でしょう。前回の戦いから1年9ヶ月、両雄は日本タイトルマッチで激突します。上半身を鍛えた一歩に対し、下半身を鍛えた千堂。お互い万全の状態で試合に臨みます。リング上で対面する両者ですが、お互いに目を合わせようとはしません。2人の鼓動がかつてないほどにペースアップしていきます。ゴングが鳴った瞬間、なんと対角線上に飛び出したのは一歩。意表を突かれた千堂に一歩はデンプシーロールを繰り出します。千堂の左スイングをかわし、スピードに乗った拳を千堂のブロックに叩きつけます。振り子状に強力な打撃が打ち込まれ、ブロックが開いたところに一歩の豪快なパンチが炸裂し、千堂はダウンを喫しました。倒れながらも感心する千堂、田岡トレーナーの劇で我に返ります。立ち上がった千堂に間髪入れずに一歩のデンプシーロール。無理に襲いかかる攻撃ですが、千堂はダウンを拒否。剛腕を一歩のブロックに叩きつけました。2ラウンドが始まっても壮絶な打ち合いを繰り返します。観客も2人の戦いに呼応し、地鳴りのような足踏みがホールを包みます。ノラパルーザー、まさにキャッチフレーズに偽りなし。最高の盛り上がりを見せます。しかし徐々に押し始める千堂。一発の破壊力で分があります。ブロックの上からでもダメージを受ける千堂の圧力。一歩は恐怖のあまり防御を固めてしまいました。意識が混濁する一歩にハチの鳴き声が聞こえます。一歩はその声で合宿のことを思い出しました。再度リング中央で打ち合う両者。単発の千堂に対し一歩の歩数が上回ります。しかし狙いすました千堂の右のスマッシュ。
ブロックしたものの、コースが入れ替わりました。コーナーに追い詰め連打する先導でしたが、一歩のガゼルパンチが直撃。再度ダウンをしてしまいました。5ラウンドも、激しい打ち合いを繰り広げる両者。先導の右フックが一歩に直撃。連打でダウンを奪います。立ち上がって反撃をする一歩に、カウンターで再度ダウンを奪います。勝利を確信した先導でしたが、なんと一歩が立ち上がりました。怒りの形相で攻める先導、一歩のリバーブローが、先導の勢いを止めてしまいます。6ラウンドでも打ち続ける両者。観客が地鳴りのような足踏みで両者を称えます。戦いをしながら成長し続ける両者。トレーナーたちも、その姿に魅了されてしまいます。そして迎えた7ラウンド。十字ブロックで前進する先導に、一歩がデンプシーロールを仕掛けます。ダッシュで距離を詰め、スマッシュをクリーンヒット。しかし、一歩のリバーブローもカウンターで炸裂。一歩の回復の方が早く、先導のガラ空きの顔面に右ストレート。起死回生を狙う先導のスマッシュをかわし、渾身のリバーブローが炸裂。ガゼルパンチで顔面を吹き飛ばし、デンプシーロールの連打で爆音を立ててダウン。立ち上がった先導でしたが、そのまま失神してしまいました。現在仙道の戦績は24戦22勝2敗21 KO と圧巻の記録を樹立しています。仙道のデビュー戦は18歳、1ラウンド50秒で KO しました。西日本新人王まで全て KO で勝利し、7戦目で一歩と日本新人王をかけて激突します。仙道が有利のまま試合が行われますが、一歩のショートアッパーが仙道のスマッシュの攻撃速度を上回ります。ダウンを喫した仙道ですが、ふらつきながら反撃し、逆に一歩がピンチとなりました。スマッシュを受けダウン寸前の一歩放った右ストレートが仙道の右側頭部に直撃します。しかし意に介さず猛烈な反撃を行う仙道。観客の歓声に終了のゴングが吹き消されてしまいました。無防備で攻撃を受け続けた一方、鴨川も危険を考えます。しかし4ラウンド開始となってもコーナーから出てこない仙道。すでに意識を失っていたようでした。14戦目で日本タイトルをかけボルグザンギエフと対戦。リズムで攻めるボルグに対し、野生の勘で攻撃をする仙道。大砲がぶつかり合い、緊張感のあふれる試合となります。しかし技術力で勝るボルグに仙道は押され気味。起死回生の利き手のスマッシュでダウンを奪いますが、判定まで持ち込まれました。日本タイトルを2度防衛した後、一歩と対戦。激闘の末タイトルを奪われてしまいました。復帰後はメキシカンボクサーを中心に指名し続けます。第24戦目に一歩を倒した相手であるアルフレド・ゴンザレスと対戦。技術で勝るアルフレドに1ラウンドはまるで空回り。しかし2ラウンド以降に虎の牙を見せ始めます。攻撃されてもそれを上回る破壊力で応戦。仙道の猛攻にアルフレドの死神が2ラウンド目に現れました。荒々しくも的確に攻撃を当てるアルフレドに対し、当たらないもののプレッシャーを与え続ける仙道。打って打って倒す。仙道の頭にはそれしかありません。仙道の闘志がメキシコの観客をも魅了し、地響きのような歓声が沸き起こります。試合中に強くなっていく仙道、徐々にアルフレドを追い詰めていきました。渾身のカウンターを当て勝利を確信したアルフレドに仙道のスマッシュが炸裂。仙道が激戦を制しました。リカルド戦に向けて牙を研ぎ続ける仙道。アルフレドを制した仙道の挑戦は間近。